パメラデニス・アンダーソンはカナダ出身のモデル、女優。高校卒業後、バンクーバーでフィットネスインストラクターとして働いていた。1989年のある日、友人とフットボールの試合を見に行った時、試合中にスタジアムの大きなスクリーンに彼女が映し出され、その美しさが注目されてフィールドに呼ばれ、観客からの声援を受けた。その時、 カナダのビール会社、ロボットブリューイング社の T シャツを着ており、これがきっかけで、ロボットブリューイング社のコマーシャル出演契約を結ぶ。この広告は、非常に人気で、すべてのバーに、ポスターが掲示されるようになった。同年、プレイボーイ氏グラビア出演を決め、プレイメイトになると共に表紙を飾る。その後、ロサンゼルスに移り、公共手術を受け、シチュエーションコメディに出演。 1992年からはヒットシリーズベイウォッチにレギュラー出演する。2004年5月アメリカ市民権を取得。アニマルライツ系のベジタリアンで化粧品会社の動物実験反対、毛皮反対などの動物保護活動を積極的に行っている。ペタの支持者であり、2006年6月にロンドンメーフェア地区のステラ・マッカートニーの帰還店で、 行われたペタの受賞式で賞を受け取った後、スキンザンウェアという横断幕を掲げたショーウィンドウにヌードで立つというパフォーマンスを行った。また、2015年には同団体の広告でもヌードになっている。アメリカ軍に協力をし、戦場の兵士を慰問していたりもする。プレイボーイドットコム、パメラ・アンダーソン2008年8月19日閲覧シネマトゥデー パメラ・アンダーソン、アメリカ市民権を獲得。2008年8月19日閲覧。ボーグドットコ動物愛護に人肌脱いだパメラ。2008年8月19日閲覧。動物愛護団体の広告で、パメラ・アンダーソンが、ヌードに。シネマトゥゲー。2015年5月21日閲覧。シネマトゥゲー。パメラ・アンダーソン、新婚4ヶ月で、スピード離婚。 2008年8月19日閲覧。シネマトゥデー。パメラ・アンダーソン。パリスの元彼と3度目の結婚。2008年8月19日閲覧。シネマトゥデー。離婚どころか婚姻取り消しを申請。パメラ・アンダーソン。パリスの元彼もいや。2008年8月19日閲覧。パメラ・アンダーソン。接近禁止令まで取得した夫との離婚が成立。 シネマトゥデー、2015年5月7日閲覧、ありがとうございます。